食べても太らない手作りの美味しいあんこの作り方をお伝えしていきますね。今回はかぼちゃバージョンです。あなたはかぼちゃお好きですか？私はもう大好きです。あのホクホクとしたかぼちゃはもうそのままでもすっごく美味しいですよね。ただこの今からお伝えしますこのかぼちゃのあんこはもう本当にシンプルな材料で、しかも全部あなたの腸内環境を整えてくれる、イコールその痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をいい状態にしてくれる食材ですから、ぜひぜひ最後までご覧くださいね。ではこの動画の流れお伝えしていきます。まずはこのあんこの材料のダイエット効果、そして材料、最後に作り方、この順番でお伝えしていきますね。では早速本題に入ってまいりましょう。ではまず使うかぼちゃ、そして無調整豆乳、甘酒です。この甘酒はもう無添加です。お砂糖などが添加されていないもの、後からあのすごくいいもの見つけましたのでご紹介していきます。でかぼちゃはですね、実は低カロリーで低糖質なんですね。なのでもうダイエット向きの食品なんです。でプラスこの不溶性食物繊維が豊富なので、あなたの腸内をきれいにお掃除してくれますし、またこの不溶性の食物繊維というのはあなたのそのお腹の中でこうプーッとね膨らむ性質がありますから、食べた時のもう満腹感がねすごく得られる食材なんですね。でまた実は低 GI 食品です。ここすごくダイエットにポイントですよ。あなたのその血糖値を急上昇させる食べ物を食べてしまうと、そんなに量食べなくてもこう脂肪を溜め込みやすくしてしまって太ってしまうんですね。例えば白米であったり、あの白いパンであったり、パスタとか、あの甘いケーキとか、まあ、そういったのです。小麦系とかですね。ただこのかぼちゃは低 GI なので、あなたの血糖値の上昇をこう緩やかに上げてくれる、まあ、要はこう抑えてくれる食品なので、結果その糖がですね脂肪に変わるのを抑えてくれる効果があるんですね。なのでやっぱり食べてもその結局脂肪を溜め込みにくいものなので、結果も美味しく食べてその太らないということになるんです。そして次に使うその無調整豆乳ですけれども、これは乳酸菌の餌となるオリゴ糖がいっぱい入ってるんですね。でこう乳酸菌というのが痩せ菌と呼ばれるその善玉菌なんです。そうすることで先ほどお伝えした通り、あなたのその腸内環境が整った結果、あなたはこう自然と痩せ体質になることができる、まあ、優れた食品なわけです。で結果その腸内環境が整います。でまた便秘解消にもなりますから、こうそのことでお腹がすっきりして代謝が上がっていきます。そして最後、豆乳が持つタンパク質ですよね。植物性のタンパク質、すごく大事ですよね。これを取ることであなたのですね筋肉がやっぱり元となりますから、筋肉量が増えれば結果基礎代謝量が上がって、あなたは例えばこう眠っていても休んでいてもこうゴロゴロしていても勝手にこう燃やす、こうエネルギーがこう上がるわけです。レベルがですね、それに必要なタンパク質も取れますから、もうぜひぜひこの無調整豆乳を使ってくださいね。調整豆乳はもうたっぷりお砂糖が入ってますから NG です。気をつけてください。では次、甘酒です。でこの甘酒もいろんな種類ね売ってるんですけれども、もちろん手作りもできますよ。ただ、今回私がこの、あんこを作る時に使った材料がこちらです。私別動画でもお伝えしておりますが、無印良品で買える麹だけで作った甘酒、これレトルトパックになっててすごく便利なんですね。でしかもここ見てください、 300g 入っていて2倍濃縮タイプなんです。すごく便利なんですね。普通に飲みたいなと思ったら、まあ、これをこう1対1でね、あの同じ量でこう、まあ、ほぼ、本品 100g を 100ml のお湯とゆっくり混ぜながら沸騰しない程度に温めて飲んでくださいねって書いてあるんですけれども、これはあの普段使うお砂糖の代わりに私甘味料として使うんです。これすっごくいいんですよ。なぜかというと発酵食品だから。この発酵食品の中にあなたのその痩せ菌がですね入ってるんですよ。発酵食品が一番入ってる、結果痩せ菌が増えれば痩せ体質になれますよね。その元を取るわけです。また糖質や脂質の代謝をこうサポートしてくれますから、やっぱりこう燃えやすくしてくれるわけなんですね。でまたその燃えやすくするときに必要なビタミン B1、B2、アミノ酸などがもうたくさん含まれていますから、もう相乗効果でどんどん体がこう燃えやすい、
体質になっていくことができる、イコール痩せることができるということなんですね。でこちらはやはりその濃縮タイプなのですごくね、やっぱ甘みも強いんですね。ただ甘みが強くてもお砂糖や甘味料なんか一切入ってないんですよ。原材料見てみましょう。米麹、かっこお米国産と種麹のみ、米麹だけなんです。発酵した自然の甘みでこんなにも甘くなるんだなって、ね、私も最初これをいただいた時にもう感動したぐらい、本当にこれは無添加ですし国産ですし無印良品さんにも感謝感謝の一品となっておりますから、ぜひあなたも手作りでももちろん OK ですけれども、あちょっと今日ないなっていう時はこちらをストックしていただくと便利ですから、ぜひ使ってみてくださいね。以上がそのあんこを作る時の材料で、もう全部シンプルな無添加のプラス発酵食品が入りですね、タンパク質が入り食物繊維が入り、もういろんな栄養がベースに取れますから、あなたのダイエットは成功します。なぜかというとダイエット成功するためにはポイントが2つあります。1つはもう絶対に腸内環境が整っていること、で2つ目はしっかりと栄養バランス、栄養が取れていること、もうこれ絶対マスト必須ですから、それを全部クリアできるのが今からお伝えするこのかぼちゃのあんこなんですね。でもこれはですね、私もハマってまして、いろいろハマってるのいっぱいあるんですけれど、このまま食べてもものすごく美味しいんですよね。本当お子様にもおすすめですし、すごくお体にがよくって腸内環境も整います。でまたすごくこう満腹感が得られやすいので、本当少量でもうよくよく噛んでいただいたら本当ちょっとでもう満足満足、ああ美味しいおやつ食べたなって思います。やっぱりダイエット中でも美味しいものおやつ食べたいじゃないですか。そういった時に市販のお菓子ってなかなかねダイエット向けではないですよね。そこで今からお伝えするこのかぼちゃのあんこ材料をお伝えしていきます。1、かぼちゃ蒸しておいてください。それを 100g 準備してくださいね。そして次、無調整の豆乳、できれば国産大豆、有機大豆の豆乳がいいと思います。大さじ1、あと甘酒、先ほどおさこれ2倍濃縮タイプなので私は大さじ1でも十分甘いなって感じます。そしてお好みでちょっと洋風にね仕上げたいなっていう方は、私時々このシナモンパウダーをこう振りかけて混ぜていただくんですけれども、これがまたね美味しいんですよね。スイートポテトみたいな感覚で食べれますから。でまたこのシナモンがすごくその体を温めてくれる食品なので、結果その代謝が上がって、腸もよく動いてくれて、あなたはそのこう痩せることができやすい、一品ですので、こう振りかけて使っていただいても丸です。では最後に作り方です。まずはかぼちゃ、蒸したかぼちゃしっかりこうマッシュして潰しておいてください。あとは以上の材料を混ぜるだけで出来上がりです。簡単、あっという間できますよ。でかぼちゃは結構そのまま買うとこう、切るのが大変だったりとか蒸すのにも時間かかりますよね。その時に私が常備しているのが、私はグリーンコープさんで買える国産の北海道のこう栗かぼちゃみたいなホクホクしたね、一つこうゴロンってこんな大きいのがこう冷凍で売ってらっしゃるんですよね。それを電子レンジでチンです。そしたらもうすぐ潰せますから、もうほんとトータルで出来上がるまでもう5分もかからないですね。3分ぐらいでしょうか、レンチンして潰して混ぜるだけなので、本当ね秒速まではいきませんけど、やっぱ3分ぐらい頭あっという間にできますし、ちょっとなんか欲しいっていう時にね、そうだってこうすぐ作るおやつがこのかぼちゃあんこです。でまたライ麦パンとか玄米パンとか、私パンをいただく時は白いパン食べません。茶色いパンですね、こう胚芽全粒粉とか、ああいったこう腸に優しいパンをなるべくいただくようにしてるんですね。でそこに挟んで食べたらかぼちゃあんパンになってめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。でまたこういったダイエット法などにご質問ある方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録後直接私まで遠慮なくご相談くださいね。またこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただくと、私とっても励みになっておりますし、とっても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。